10歳の私へ。そろそろ試合中に涙を見せなくなる頃ではないでしょうか。泣かなくなることにきっかけがあったように、これからの人生でも印象的なことがたくさん起こります。何が起こるかはお楽しみに。いいこともあれば、辛かったり大変に感じたりすることもあるかもしれません。とにかく目の前のことを一つずつ自分の精一杯を尽くして楽しんでください。何事も一生懸命取り組めば、たくさんの人たちが応援してくれたり支えてくれたりします。そういう存在があなたの周りにたくさんいることを絶対に忘れないでください。あなたが出会う全ての人たち、あなたが経験する全てのことが、あなたの人生をより楽しく豊かなものにしてくれます。何事も感謝の気持ちを持って、好きなことができる幸せを大切にしてください。あなたの日々に笑顔と幸せが溢れますように。頑張って。